オープン。完成です。曇った。観光農園の長男の動画が始まるよ。はい、長男です。今日はですね、ハマグリ。3日で、サフランでですね、今日はパエリアを作っていきたいと思います。で、普通に作ってもつまらないんで、っていうかフライパンとかでも自分パエリア作ったことないんですけど、炊飯器で、パエリアの方を僕みたいなお父さんでもできるように、作っていきたいと思います。でまず最初に、もう、ハマグリの方は、もう、砂抜きですね、今してます。あと米の方を先に取りたいと思います。はい、続いて、水から、コンソメを入れてサフラン、適量っすね、こんぐらいでいいかなって感じです。トマトは熊本県産カンカン娘。次は玉ねぎ。では、ハマグリをザルにあけます。サフランとコンソメを、出した、出汁ですね、炊飯器に入れて、炊いていきます。こぼした。でここで水の分量を合わせます。お米2合なんで、はい、で素材を並べてきます。
当まあ、玉ねぎ、これで、炊飯器にセットして炊いていきます。よいしょ。はい、メニューを炊き込みです。はい、これでセットしたので1時間、だいたい1時間ぐらいで炊き上がるので待ちたいと思います。炊けました。よっしゃ。では、この瞬間が一番たまらないっすね。オープン。完成です。曇った。では実食といきたいと思います。今日はパプリカを、買ってくるのを忘れたので、紫玉ねぎを使ったんですけど、色があんまり良くなかったので、次はやっぱりパプリカの方がいいかなっていう感じです。では、いただきます。キャンプっぽく、シェラカップでいただきます。あ、ハマグリとイカの味がよくご飯に染み込んでてとっても美味しいです。ではこの後家族で食べたいと思います。はい、今日は炊飯器でパプリカ作ってみました。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Facebook、インスタやってます。ぜひフォローの方もよろしくお願いします。今回はご視聴ありがとうございました。